愛知に来たよ、今来たよ。何今頃来て、何なあのじじい、何なあれ。暴力犯罪者じじい、薬はよ、鬼ヶ原になるねえ、薬どうした、もらってきてくれた。明日でいいんだ。明日じゃダメだよ、私寝られないで。あんた今日 もらうって言ったよね。あれ血圧だけは、まあ、ね、血圧だけじゃダメなんだよ。強い神経の入れ合いがないと眠れねえんだよ俺。だから明日もらう。明日じゃなくさ、今日って言ったよね確か。言ったよね、言ったよね、2時半に帰ってくるって言ったよね。あんた嘘を言うんじゃねえよ、悪いけど。ひでえで、それじゃあ明日でいいなんて、そんないい加減なある。だから怒るんだよ、普通なら怒んないよ。怒るような行動してるじゃねえ、次から次。だから怒るんじゃねえ。違うかい。お盆の下には缶チューハイの空いたのを2つ隠してあって、なんなんあんた、人馬鹿にすんじゃねえよおめえ、クソじじいが。のんきでいいよね、あれで生きていけるんだから。のんきだよね、私いろいろあるんだよ、神経がね、どんだけ使ってるか。一軒をね回してくってことはね、すっごい大変だよね、ね、うん、近所に住んでたら行ってあげたのに、ありがとうクスクスちゃん、ありがとう。酒隠すのムカつくねって。そうだよね、歯抜けのよちよち歩きも追加しちゃいましょう、笑うって吹いちゃう。ミスターオリーバーちゃん、ヨセさんナイス、すごいヨセさん大好きです、うわーらうーってね。だって約束破るんだよ、怒るわよあんた。普通にしてりゃ怒んないけど、約束でしょ。今日2時半だから帰ってきたらもらいぐって昨日言ってたよね。あと中村さんに電話するってしなかったよね。中村さん来ましたからね、悪いけどね、うん、嘘ばっかりだよね。中村さんに電話するって言ったよね。ムカつくんだよ。何来たんかよ。来たよ。電話なんか通じねえんだろ、あれやったら。あ？通じねえよ。おめえ違うと声かけたんだべ。なんで？同じだよ。来たよ。電話なかったか言わなかったかい。全然言わねえ、電話があったなんて。温めた方がうまいな。いい加減だね、ヨタジジイって。ほんまにジジイ、何、ああ嘘べえだよ。ああ、薬取りって何。ああ薬って何。薬ってあれだよ、血圧の薬しかもらってこねえんだよ、あの薬局が混んでたっつって。あと神経の薬と、あと湿布薬と、あとあの血を増やす薬、それもあったんだよ。おめえこぼさねえで、今こぼれたで。ああ困ったよ、タマちゃん餌食いてえとよ。今からね、間に合わないじゃない。もう間に合わねえよ、いいんだよもう。いいよ、おじいやが今日は2時半に帰ってくるからもらいぐって言っておいて、こうだから。だから約束。どこにあったよ。ああ、どもであっとく。だけどわかんねえんだよどうなってるか。お薬手帳とかあのじじいが持ってるんだよ、それどうなってるかわかんねえんだよ。酔っ払ってるからわかんねえよ、昨日だって、はあ、だからそれ、あ、今度はそっちにもらってきてもらった方がいいよ。ああいい加減なやつに言われたら困るから俺。いい、もう
もう2本食べたから。何本も買うかな。あ？これ美味しいですね。うまいかい。しかもさ、これさ、安いね。安い、150円だべ。しかも5個買うと1個負けだから、150円安い。そう。みんな安いっつってるよ。これだってもうお祭りとかで買ったら3、400円するよ、これ。そうだよ。1本な、3、400円するようなお祭りだと。しかもこれの方が味がいい気がする。なんかこのソースっていうかタレが甘酸っぱさがちょうどこっちの。そんなでかい団子見たことないってふいちゃんが。ほんと？うん、ふいちゃん見せようか。団子ってか焼けもんで。ふいちゃん見せるか。どこにある？取れねえか。うん、ちょっとどこ、これ取れるかい。重てんだよ。あ、これ見て、これ見て、これ見て、あーでかいって。パンってか、まんじゅうよ、まんじゅう。焼きまんじゅう食べたいってね。あ、マネちゃん、あーうわーってふいちゃんが、うん、ね、うん、これね、あのあれだよ、あのおまんじゅうにね、甘味噌がつけてある、焼いてね、つけろ、うん、上州の名物だよ、うん、焼きまんじゅう、焼きまんじゅう、かずおさん、初コメ、味ありますかって、あるよ、おまんじゅう、中身ないって、うん、あんこは減ってね、あんこ減ってね、うん、大きいねってね、4つくっついててね、150円、これ150円、うん、150円、うん、ほいでね、あ、とこざの2倍くらいあるってね、あ、とこざってね、タナちゃんもとご飯あげてって、大事だねって、たこ焼きに見えるって、そう、こんだけでかいよ、ほらね、これ1本150円、これ、うん、ほんで5本買うとね、1本おまけしてくれる、そう、これは群馬県の名物、焼きまんじゅう、群馬の焼きまんじゅう、そう、中にはね、あんこ入ってない。普通のおまんじゅう、それをね、甘味噌ハケでこうつけて焼いてね、こうハケをつけてくれる、そう、焼きまんじゅうね、すごいね、ね、缶を隠すね、缶をね、はっはっ、お前だよ、なんだ、ああ知らなかったって、そう、これ一つ食ったら腹いっぺいだよ。ね。ね、またなんか持ってったね、ビールかなんか。ね。ね。商船返せよってね。そうだよね。本当だよね。ムカつくよね。またビールかって、そうだよ。そりゃあ、うん、おー、食べたら夜寝ちゃいらねえねってね。全部閉めたらたまちゃん入れないよって閉めたん。本当だ。たまちゃん言ったのかな。おい、全部閉めたらたま入れねえで。よ。たま入れねえよ。全部閉めたら。よ。じじ。全部閉めたら入れねえっつんだよ。タマがだよ、タマが入れねつんだよ、全部閉めたら。今飯食い来てたん、クソジジ、タマが入れねつんだよ、歯抜け、クソ野郎、歯抜けが、よと野郎、クソったれ、酒瓶飲んでやがってよ、ずうずうしい、
用も足さねえよと野郎だよ。クソったれが。え、でも影子の野郎。よと野郎が。クソじじいがよ。ヘドじじいって言われて当然だ、この野郎。クソ野郎。バカたれが。酒で飲んでやがってよ。ろくなことはしねえよ。休みが一分ちゃってもよ。パジャマ着てよ。テレビ見る、テレビ鑑賞だ。用があるときは帰ってきねえでよ。もともそうだいな。給料もらったもんな、15日な。私は欲しがんねえよ。大丈夫だよ。あんたみてえな貧乏人から金取らねえよ。悪いけどよ。クソじじいがよ。おめえなんか昔から貧乏人なんだ、この野郎。クソ野郎。ああ、やれやだ。あんな、ヘドじじい。ヘドじじい、クソじじいじゃおまんま食えねえやんた。鍋直すってまだ直さねえでよ、ね。取っ手が緩んでてよ。こないだから言ってんだよ。もう二日も休みがあっても、踏んでも済んでもねえや。言ったこともあもんねえじじいだよね。こんなことは昔から知ってるわ。クソじじいだ。つら見たかねえや。帰ってくるっていいや、この野郎。あばって帰れ、このクソじじい。よと野郎。掃除機一つかけもしねえでよ。帰ってくりゃテレビ見やがってよ。人のためでよ、おめえ。人のね、おめえ。なあ、電気料を人に払わせてよ、なんでもな。クソ野郎が。お前なんか、よと野郎だよ、おめえ。顔も見たくねえ。いでもごめん。いでも影だ、この野郎。クソ野郎。よと野郎が。